カウイのライバルみたいになってますね。なんかなってますね。エフラン大学の星行くのかっていう、はい、お3つ目ですね。100取ってますから、つまりパート1、2の簡単なものを全問正解してますね。はい、なるほど。始まりました、山口さんです。さあ今回はどうも、グラマイ山口です。はい、山口さんやってまいりました。まあ坂上のライバルみたいになっておりますが、なんかなってますね。はい、もう800点取っちゃいました、坂上さん。あ、すごいですね、おめでとうございます。はい、取ったんですが、さあじゃあエフラン大学の星ということで言われてますけど勝手に言ってますけど勝手に、うん、全然大丈夫ですね。今日はちょっと日本代表のキャップということで、はい、まあ、WBC 始まるんで、はい、はい、まあ、いつ動画出るか分かんないですけどいつも爪爪だからそうです、ね、どれが出るか分からないっていう、はい、じゃあトイックの何月の結果、あ、マイキーがいるけど、そこに、はい、マイキーが、マイキーがいるけど、はい、1月の下旬のやつですね。あ、なるほど。の午前ですね。はい、マイキー、まあ、エフランからのリベンジということでリベンジしたいと思います。で、あ、そっか、前何点だったんだっけ。前が765ですね。はい、765で800いくのかっていうところでございます。そうですね、はい、では見ていきますが、はい、そう、なんか一人だけ別枠なんだよね。いつもそうです。な、受けてないですかなんで、よりによってね、交互なの、受けてない受けてるが合ってないんだろうね。あの、3人ですよね。3人は受けてなかった、1月。でも2月受けてるんですよ、多分。そう、2月受けてる。ですよね。で、自分、あと3月受けるんで、多分また、また別に。何なんだよ、なんであなたたち合わせてないんだよ。はい、はい、で、その他の人たちは全く連絡ないですから、やっぱり。はい、ということで、じゃあ見ていきますか。はい、はい、前のやつも持ってる。ああ、オッケーです。じゃあ分析できますから、はい、開けんのが開けんのがめちゃくちゃ難しくないですか。難しくないか。難しくないよ、もう何回やってると思ってるの。あ、そうです。もう紙もなくなっちゃいますけどね。確かになくなっちゃう。スマホで見れるってことですか。まあまあまあ、そうですね。さあ、はい、はい、すいません。よ、宣伝とスコアの見方を取っ払って、さあ、じゃあ、またどこまでですか。ちょっとこうだね、はい、こうですか。はい、結果はこうです。ほう、なるほど。惜しい。いや、分かってはいる。あー、惜しい。なんと795点、5800に届かず。なんとも言えない。上がってはいるんですけどね。上がってはいるけど坂上には勝てなかった。いや、うわー、リスニングですね。リスニング425なんで。いやー、425、370、いや、もうバランス的にはいいです。バッチリなバランスですよ。うわー、そうね。いや、まああと5点だったらリーディングの方だね、取るんだったら。あ、そうなんですか。リーディングの方かな。だから、まあアビリティーズメジャーだ、見てみないと分かんないんで。はい、そうですね、前回のと比べながら見ていきましょうか。はい、はい、じゃあまずこっちを見せてあげてください。はい、この青い方を、はい、はい、リスニングの正答率はこんな感じでした。はい、 OK。 じゃあ前回が415、350なのか、うん、最初が平均68、81。あ、81も同じなの。ほぼで、次が平均62で75。お、3つ目ですね、100取ってますから。短い会話、アナウンス、ナレーションなどによって詳細が理解できる。つまりパート1、2の簡単なものを全問正解してますね。ああ、よかったです。はい。そして次が長めのやつ、4が67が平均で85。ふんふんふん。で、暗示が平均59に対して75と。うん。まあ、どれも上がっている。だから平均自体も全部高いね、前回より。そうですね、うん、なるほど。なんで、まあまあまあ悪くはないかなと思いますが、まあやっぱり2個目が低いかな。ちょっと75、もうちょっと上げられてもいいかな。ただあと変化球か、やっぱり変化球問題をもう少し上げれるかな、うん、2個目ってどこなんですか。パート3、4パート3、4なんですね、うん、概要問題とあと意図問題とか、はい、が取れてないって感じですね。はい、じゃあリーディングの方を見せてください。リーディングの初めはこう。はい、まず文章中の推測、
が65、あ、前回と同じ65で、具体的な情報77で、複数の文章が63で、語彙が83で、文法が81、うん、ほぼ同じですね、前回と。やっぱり前回よりも平均が上がってる分あんま変わんないね。語彙がちょっと変わってるぐらいか。語彙が下がって、あ、でも点も下がってる、パーセンテージも下がってるから、同じですね。あんまり伸びてはいないけどって感じかな、はあはあ、という感じで。いや、まだ文法は上げないといけないですね。81じゃダメだから、はい、ここは100狙えるので全然なんで、370よりは取れたかなと思いますね。375とか取ってほしかったかなという印象です。さあ、じゃあどういう勉強してきたんですか、これ。この前言われたんですけど、はい、パート5のやっぱ正確さと速さが足りないと思ったんで、デル線もう一回やりました。はははなるほど。で、デル線とあとやっぱ公式問題集解いて、どこがダメなのかとかを分析してやってました。なるほど。その結果。その結果こうなりました。こうなりました。なるほどね、はい、今は森田先生、あの変化球のやつあるじゃないですか、はい、パート1、2、特急、それです、はいはいはい、それをやってます。なんか多分変化球取れればもうちょい上がるかなと思ったし、3、4得意だと思ったんですけど、まあ3、4も多分伸びしろあるんで、3、4もちゃんとやんなきゃなって思います。なるほど。さすが、その変化球とかけて今回はこの帽子にしたわけですね。そうではない、ね、ノーではないかもしれないです、はい。という感じでやってきたわけですね。なるほど。じゃあリスニングを今中心にやってる感じですか。リスニングの伸びるかなと思ったんですよね、個人的に。なんでリスニング中心にはやってるって感じです、で、公式とデル線と、公式とレス、そうですね、公式とデル線とそのリスニングの、なるほど、特急のやつと、で、たまに壁越えトレーニングパート7、パート7のやつね、かなと思います。なるほど。それをやって、はい、どうですか、これが伸びてるなとか、ここがまだまだだなみたいなのは。私はもう食中毒で気持ち悪くしょうがないんですけど、はい、やっぱ文法ですかね、はい、文法もうちょい伸びると思います。あ、文法、まあ8割しか取れてないんで、そこを、まあ、9割は絶対乗っける気持ちでやるしかないです、ね。なんかどの単元が苦手とかあります？語彙問題が苦手とか。単元、そう、前置詞とかさ。前置詞も苦手かもしれないし、なんか受け身系、なんか受け身のなんか、なんかすごい応用あるじゃないですか。リスニングの方なんですけど、変わっちゃうんですけど、リスニングの方でも has been 過去分詞みたいな、それで惑わされる感じが多い。パート1ね、 is been 過去分詞と has been 過去分詞ね。そうです、そうです、それが今それで引っ掛けをまんまと食らってるんで、そこはちょっと苦手かなと思います。なるほどね。いやー、そうか、それは練習しなきゃいけないし、まあパート5の受け身のやつは簡単だからね。パート5のやつ取れなきゃいけない。何が苦手なんだろうな、そこちゃんともう一回明確にやった時に明確にした方がいいですね。デル戦でもそうだし、はい、公式問題集でもそうですね。どういうものが取れてないのか、はい、大体のカテゴリーは分かるけど、まあ細かい問題まで見れないですから当然。そう、どの問題間違えたかまではね、非公開の試験なんで、はい、分からないですし、しかもそんなになんていうか、もうここがめっちゃ穴だみたいなのがないですから当然、この点数まで来ると。だから弱点を見つける、それぞれの見つけるのは大変なんで、はい、そこの辺を気をつけてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、という感じでですね、もうほとんど体に栄養分がない状態でフラフラなんですけども、はい、ご視聴ありがとうございました。今日ちん、今日ちん、いや惜しかったね。いや惜しかったですね。715か、あと5点だったな。次絶対やります、次絶対800取ります。